なれ。螺旋撃。前。耐え。剣老人剣舞。前。うなれ。螺旋撃。行くぞ。いや。俺の番だな。そうです。烈光寺ホムだ。前。うなれ。螺旋撃。風よ。我に力を。行くぞ。剣老人ゲーム俺の番だな。万物無天無は有にして有はまた無なり。頭では分かっているのに、真相と彼らは一体。今はそんな場合じゃないか。シュミット博士、装置の確保に成功しました。遅いわ、とっとと映像を送るがいい。監視塔の装置と基本構造は似ているようだな。すぐに解除に取り掛かる。言う通りの手順で操作しろ。了解です。ああ、リーンたちがやってくれたようだ。物足りぬな。だがこれで。なんとか間に合ったか。オリバルド殿下、遠隔操作装置は停止させました。各種の状況は
北東部共和国側の全兵器の停止を確認。南部帝国兵器軍もしかり、完全に沈黙した。作戦成功だ。みんなよくやってくれた。おお、やりましたね。ああ、よかった、本当に。やれやれだな。いや、一時はどうなるかと思ったけど。どうしたんだい、ミゼ君。いえ、何か妙に引っかかるような。引っかかる？すみません、喉まで出かかってはいるのですが。でもこれは、うん、他でもない、察してたる君の言うことだ。話してみてもらえるかい。考えがまとまってなくてもいい。先日帝都で逮捕されたクーデター犯、そして第23機甲師団、あまりにずさんだった帝都の計画に戦車を遠隔操作して対戦再開を狙うという強引で稚拙なやり方、どうにも不自然に思えるんです。あの新総統がそんな計画を進めたことに。一連の事件の裏にいるのはもはや間違いない。だがそれだけにということか。彼は再独立から今まで恐ろしく合理的で不気味なほど最善手しか打ってきていません。偽物である疑いは強いですが、むしろ本物のルーファス・アルバレア公使以上に。ならば利用された軍内部の人間たちは単なる捨て駒、むしろ捨てた方が都合のいい駒だったと考えるのが自然なのかもしれません。待ちたまえ、ミゼ君。もし君の推測通りだとすると、今回の結果すら新総統の手のひらの上だったということにならないかね。バカな、そんなことが。一点足りない。この盤面を完璧にするための最後の一手はまだ打たれていません。なんだって？ミューゼ、それは一体？装置は停止、もはや戦車の遠隔操作はできない。状況的に予備の存在はありえない、却下。一連の事件がただの誘導だとすれば、新総統の目的は別にあるはず。現時点で考えられる可能性は大小含めて19通り。却下却下却下、どれも違う。最後の一手、たった一手でこの状況を完成させるその方法は。リーンたち、王子殿下、サラ教官。どうしたんだい、ずいぶん慌てているようだが。赤柱軍で最悪の代物が姿を現しました。全員今すぐ避難しなさい。列車砲が発射されるわ。どういうことですか？監視塔にあったステルス装置がこちらにもあってね、遠隔操作が止まった瞬間に解除されて、そのまま自動で発射準備を始めたわ。それもなぜか照準が集落に定められているみたいで。なんだと。まさか装置の停止に連動して起動するように。間違いありません、おそらくこれこそが。ですがどうして集落を。あそこにはまだ。サラ教官、なんとか止められませんか？操作室が完全にロックされているわ。私じゃ開けられそうにない。カウントダウンが始まっている。すぐに集落のみんなを避難させないと。今トーマ君が急いで馬を準備してくれてるけど。80リジュ砲弾の爆風、今
今から逃げ切るのは不可能だな。そんな、リリー、お母さん。おのおの方、とにかく今は最善を尽くすがいい。急行する。サラ君たちはその場を離れたまえ。集落のみんながもうできることはないのか。あいつがいてくれれば、この手が届きさえすれば、俺に力さえあれば。これは白亜の騎士人形だと。あの姿、まるで。マサイミラ、退避を。冗談きついわよ。クルトさん、校長も大丈夫ですか。
勝手はさせません。デク遊びも飽きたところ、相手にとって不足はあるまい。なんだか。リン教官、そちらもなんとか無事のようだね。待っていろ、すぐに。教官、その髪と目は。よかった、みんな無事で、また会えて、本当に。あれ、リン、どこか痛むんですか？あ、いや、大丈夫だ。でも、どうして、こんなに悲しくて。泣きたくなるくらい嬉しいんだろうな。黒の衛士の気配はなさそうだな。このまま上陸しよう。やあ、私どうしてあんな忍者たちを引き渡そうなんて。いいの、サンさんは悪くないわ。私の方こそごめんね。私気づけなかった、サンさんにあそこまで心配させてたこと。さんがいつの間にかあんな風になってしまったことも。リーシャ、ワジ、サイド、ワルドニー、それから
スカーレットさんでしたが、改めて危ないところをありがとう。本当に助かったよ。間に合うかは賭けだったけどね。潜伏して黒の英姿を探っていたところで、サイトが危機を知らせてくれたんだ。そうだったのね。和治君たちも無事でよかった。サイトもありがとね。それから本当に久しぶり。解放作戦でも結局会わずじまいだったからな。そうだよ、サイトってばすぐにどこかに行っちゃうんだもん。あれからティオとずっと待ってたんだからね。すまぬ、聖獣としての一戦もあってな。ロイドたちも含めて背が伸びたな。人の子の成長というのは早いものだ。中身の方も少しは成長できてたらいいんだが。私もまた会えて嬉しいわ。改めてお帰りなさい、ザイト君。ああ、ただいまだ。
したら私も村に残ります。すみません、今は少しだけ時間が欲しいんです。イリアさんやサンさんのことにもきちんと向き合うためにも。ありがとうございます。せいぜい無駄なあがきをするんだな。見失った今のお前らなんざ何の障害にもならねえだろうが。ここなら釣れそうだな。
ですか。ありがとうございます。いや、医療機器のトラブルなんて初めて対応したけどだがうまくいってよかったよ。お疲れだ二人とも。すみませんでした。本当に。そもそも私たちが式典を守れてさえいれば、私たちにもっと力があれば。おいティオ。ティオ君。何を言って。おい本当にどうしちまったんだ。そうです。そこまで悲観することは。そんなことはありません。クロスベルにはロイドさんたちが、他の協力者だってたくさんいます。支援課に警察、警備隊だけじゃない。外の人たちもきっと動いてくれているはず。こんなことは長く続きません。いいえ、絶対に私たちが終わらせてみせます。ティオ君。存在しない希望。でも、それでも私たちは。俺たちがやってきたこと。やれやれ、揃いも揃って何を言ってるんだか。ロイドさん、キーヤに、ワジさんまで無事だったのかよ。
当事者の一人として一つだけ指摘させてもらうよ。2年前の大統領の逮捕劇にどうしても何もない、罪を犯した大統領を叱るべき立場にある彼らが法にのっとった上で職務を全うした、ただそれだけのことさ。え？責任？一体何のだい？正義の味方として？独立の象徴として？それとも英雄としてとでも言うつもりかい？本来あくまで特務支援課は警察の一部署でしかなかったはずだ。君たちはどこまで支援課に幻想を抱き続けるつもりなんだい？まあそれほどまでこの2年間は長かったってことでもあるんだろう。帝国という巨大すぎる存在を前になすすべもなく、誇りが踏みにじられるのを見ていることしかできず、いつしかそんな救世主じみた存在を求めるようになったとしても、それは誰にも責められることじゃない。でも個人的にはそんなクロスベルの姿なんて見たくなかったな。ロイドたちやバルドたちとかけがえのないものを手に入れて、いつしかこの地を本物の故郷以上に愛せるようになった一人としてはね。ワジ、ロイドたちがそれを選んだのはある一人の女の子を助けるためだったと思う。それでクロスベルが帝国に飲み込まれて、女の子は少しも考えなかったわけじゃないんだ。自分さえいなければこんなことにならなかったんじゃって。キーよ、でもね、あの時ロイドたちがそれを選べたのはその女の子のためだけじゃなかったはずだよ。今まで何度も苦難を乗り越えてきたクロスベルの強さを知ってたから。それを選ばなかったとしたらもうクロスベルじゃいられないから。助けられた女の子も含めてクロスベルのみんななら乗り越えられるって信じられたからだと思うんだ。そうか、俺は、俺たちは。キーヤはそれに応えたい。精一杯キーヤにできることで、何も持っていなかったキーヤにいっぱいいっぱい大切なものをくれて、キーヤをキーヤにしてくれたロイドたちやクロスベルのみんなのために、みんなにだってきっとできることがあるはずだよ。キーヤにそんな強さを教えてくれたクロスベルのみんななら。俺たちがやることは変わりません。一歩ずつ前に進んでいくだけでしょう。
ですが、それだけじゃまだ足りません。皆さん一人一人の力が必要です。大切なものを取り戻すためには、どうかそれぞれ考えてみてください。この苦難の中で自分に何ができるのか、俺たち特務支援課も精一杯それをお手伝いしますから。遅くなってごめん。無事でいてくれてよかった。いいえ、ロイドさんの方こそ。あの状況で、あんな怪我をして、よく無事で。ありがとな、ヨナたちと頑張ってくれていて、心配をかけてしまって本当にすまなかった。本当です、あんな無茶をして。でもロイドさんならきっと戻ってきてくれると思っていました。ロイドさん、改めてお帰りです。ああ、ただいま。思わぬ収穫だったかな。よかったね、テオ君。ああ、もう、あんたはいい加減泣きやめよな。さてと。